ハチプロ養成所でやっている授業について教えてください。ああ、いいね。ハチプロ養成所。最近あんま聞かないけどね、そうですね、ハチプロって。でも、いるはいるんでしょうね、やっぱり。まあまあまあ。ハチプロ養成所でやっている授業について教えてください。元祖核変王さんが君のパチプロを見てくれる。いいな。なりたい人からしたら。ハチプロ養成所でやっている授業について教えてください。一番最初の時に言われるんですけど、どんなに負け続けても、生きろ。一番大事そこがね、パチプロ養成所でやっている授業について教えてください。うーん、悪くないんだけどね、最初に当たるまでがちょっと長いかな。すごい本当の構想。パチプロ養成所でやっている授業について教えてください。やっぱ構成してほしいんでしょうね。授業の中にハローワークの広告が流れてる。パチプロ養成所でやっている授業について教えてください。講師が来る2時間前には並んでおかないと怒られる。そっからね、そっから入ってくる。パチプロ養成所でやっている授業について教えてください。銀の玉をたくさん出したいんだろう、じゃあ金の玉は取れ。どういう理屈なの。ウィンウィンだ。誰とこれ、パチプロ養成所でやっている授業について教えてください。5年に一度ぐらいなんですけど、ハロプロの養成所と勘違いし入ってる。ちょっとね、似てるか似てるか。かわいい女の子がね。パチプロ養成所でやっている授業について教えてください。ラッキー池田さんのダンスの授業がある。仕事と一緒じゃん。それはどこでもある。パチプロ養成所でやっている授業について教えてください。目が痛くなるから、ブルーベリーを食べよう。だから健康に。バカ学校。パチプロ養成所でやっている授業について教えてください。お前たちは食べさせてもらう立場なんだぞ。マリン、さんな。ちゃんとね。パチプロ養成所でやっている授業について教えてください。学校名なんですけど、ダイパンの学校。ダイパン、パチプロ養成所でやっている授業について教えてください。長峰さんの授業よりも、北村さんの授業の方が球が出やすい。やっぱあんのかな。そう、パチプロ養成所でやっている授業について教えてください。やっぱり店員さんに声かけられると思うんですよ。まあその時に、まあ発声練習って必要だと思うんで、普通じゃダメなんで、発声練習が声かけられた時に威嚇の声の出し方。威嚇だ。パチプロ養成所でやっている授業について教えてください。パチンコ玉を作る授業が。そこからね、な一つ。素材から知っていかないと。パチプロ養成所でやっている授業について教えてください。養成所の面接があるんですけども、受かるコツがあって、コーヒーとタバコで口を臭くしてから面接。それしないとダメだ。そう、パチプロはね。はい。じゃあ次のお題行きましょうかね。うん。